どうもこんにちは、春菊くんです。今回はですね、低脂質高タンパクの鶏団子の作り方をご紹介したいと思います。早速ね、ボウルの方に鶏胸のミンチ、そして木綿豆腐、卵、あとはみじん切りのね、生姜とか、ちょっとね、調味料とか、あと全部入れていきます。もうまとめてね、入れてもらって、あともう揉み込んでもらうだけでできるって形ですね。筋トレなんかをされる方だとね、タンパク質の補充の仕方とかがね、ちょっと単調になりやすかったりすると思うので、まあ、食事にバリエーションを持たせるために、こういったね、作り置きできるようなものとか、利用していただけるといいと思います。ではね、あともうできた肉種の方、ラップの方でくるんでいきます。テーブルの上にね、ラップ、適当な大きさで広げていただいて、あとはね、肉種を適量乗せて、ラップで包んでいきます。しっかりとね、空気が入らないように詰めてもらって、あとはね、お箸とか何でもいいんですが、これを切り分けていきます。まあ今日ね、一応これを5個分ぐらいに切り分けてみようと思います。大きさとかはね、まあ自由というか適当でいいので、お好みの下にこのまま切ってあげてください。きちんとね、ラップの中に包まれた状態でこうやって分けていただけると OK です。ちゃんとね、これで包まれてちょっと乾燥しないように入ってるかだけ確認をしていただいて、あとはこれを冷凍庫で保存っていう形になります。はい、こんな感じで全部包み終わりました。じゃあね、1個だいたい 20g 強ぐらいになってますね。20から 25g ぐらいが1つあたりになってます。これでね、冷凍してもらったらこんな感じでできてくるので、1回目のところちょっとクリクリっと動かしてもらったら、こんな感じでバラバラにほぐれてますので、これはもうそのまま、今回ね、ちょっとスープに入れてみたんですけど、スープの中に入れてもらえると、日々ね、味付けが変わる形になるので、まあ、お味噌汁の中に入れたり、お家で、ね、食べやすい方法で召し上がっていただければと思います。